はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数一の展開丸3応用編をお送りします。で、これでね、まあ、展開シリーズも第3弾になって、まあ、だんだん難易度上がっていくんですけど、今回も今問題がね、5問載ってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとやっぱ難しいんで、内容的にはね、止まるところがあれば今からね全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ1番からね早速説明始めていきますんで、どうぞよろしくお願いします。で、まあ今回ねまた1問ずつやっていくんだけど、できる限り詳しく書こうとは思ってるんですけど、ちょっと板書の関係でね結構暗算を使いますね。なのでちょっと分かりにくいなってところがあるかもしれないんですが、まあ、頑張ってね説明するんで聞いてみてください。ではまずこれです。で、まあ前にも言ったんだけど、展開っていうのは基本的に全部掛けをしてどれ以降をまとめれば必ず答えが出ます。なので、もしね、まあ、みんなね、まだ高校生が、まあ、中学校3年生でね、予習で見てくれてるかはわからないんだけど、いざとなった時は、全部掛け使っていいからね。ただ、時間がかかるので、こういう風に工夫をすると、ちょっと楽ができるよっていう工夫だと思って聞いてみてください。まず、これです。ね。で、この、括弧の中、見た時に、ある特徴があります。それは、この部分。曲がったね。x プラス 2y と x プラス 2y 同じものがあるんだよ、ちょうど。で、中学校であれば、まあ、もちろん高校の先生でもねこうする人はいるんだけど、その部分 x プラス 2y を、まあ、何使おうかな、文字何でもいいんですけど、じゃあラージ a とかしようか。ラージ a と置くみたいな、こうやって置き換えて問題を解いていったりします。で、まあ今回この問題はね置き換えてやってみるね。そうすると、ここがラージ a だから a プラス 3z だね。で、後ろはここがラージ a でマイナス 3z となります。で、そうするとちょっと板書の関係で一回右使うよ。これ公式使えそうでしょ。前が同じ、後ろが同じでプラスマイナスだからね。なので、ラージ a の2乗マイナス 9z の2乗となります。で、ラージ a がもう一回戻してあげると、これ、ここ x プラス 2y の2乗なんで、どんどんちっちゃくなってくる文字がね、の2乗マイナス 9z の2乗となりますね。で、これで終わりじゃないよ。まだ展開終わってないからね。あと、これ展開します。x プラス 2y の2乗。そうすると、これ普通に公式でいきましょう。x の2乗プラス 4xy プラス 4y の2乗マイナス 9z の2乗。で、同類項チェックするとないから。これで答えとなります。まあ、こんな感じ。つまり、まあ、同じものがあったら、そこをね、ラージ a とかって置いて解いてみるといいっていうのがやり方なんです。ただなんですけど、できれば、これね、ラージ a とかと置かずにやれるようになると、個人的にはいいと思います。毎回ね、しつこく言ってるんだけど、この辺の数学のね、計算っていうのは、スピード。をね、身につけること、そして確実に解く力をね、両方身につけることがすごく大事になります。大学受験とか考えた時にね。なので、できれば置かずにも解けるようになってもらえるとありがたい。で、まあどう書いていくか。ね、置かずにね。それをちょっとこっちでやってみます。で、これもさっきと似てます。ね。で、同じものを探してみると、ちょっと飛びますけどね。x2 乗マイナス4。x2 乗マイナス4が同じものとしてあるでしょ。だから、まあ同じように解いていきます。で、ちょっと見た感じ分かりにくいかもしれないんで、一回書き直してみようか。順番変えるだけだよ。マイナス4プラス 2x で、後ろが x2 乗マイナス4マイナス 2x となります。
そうするとここが同じになってるでしょ。で、おかずに行くからね、ここは。これを今一つのセットだと思って考えててください。一つのセットね。ここ前同じじゃん、後ろ 2x で同じじゃん、プラスとマイナスで if 号じゃん。だからこの公式使えるでしょ。前が同じで後ろが同じ、間違った、こっちだ。前が同じ、後ろが同じで if 号っていう公式を使うからこうなるんだよね、公式としては。だから一発で前の2乗だから、これセットなんで今ね、こいつの2乗となります。今この部分です、 A の2乗の部分、これが。で必ずマイナス、後ろ 2x の2乗だから 4x の2乗ってこうなる。大丈夫かい。でこれを前の部分ね展開すると、x の2乗の2乗だから x の4乗、次は全部かけるから 8x の2乗、そして4416、これがまず前の括弧の部分ね。であとマイナス 4x 2乗がついてるんで、こうで同類項チェックすると今回あるんだよね、ここ同類項になってます。だからそこを計算して4乗、こことここやるとマイナス 12x2 乗でプラス16で、これで正解となりますね。もしかしたら分かりにくってね思う子もいるかもしれないんですが、もしできそうであればね、ぜひこのねおかずにセットのまんま書く形でやってみてください。慣れれば意外といけると思うんでね、もしよかったらお願いします。では次行きましょう。次もちょっとレベル高いんですけど、これね前の2問と違ってパッと見同じものがないんですよ。ないんですけどできるんです。どうやるか、まずちょっといじります。ここ、こっちのね部分いじるんですけど、ちょっと見ててね。中括弧使います。でポイントはこの部分 3x プラス 3y です。この部分だけを3でくくります。3を前に出すんです。そうすると3括弧こうなるよね、3を前に出すと。でマイナス z で中括弧を閉じます。まあ後ろはねそのまんま書いてもいいんですけど、分かりやすく書くとすると中括弧 x プラス y をわざと括弧つけます。で、プラス z で中括弧閉じる。で、これで完成です。何ができたか。そうすると、x プラス y っていう同じものができるんです。いいね。で、この問題ちょっと分かりにくいと思うんで、この x プラス y の部分をラージ a ね、で置き換えたやつをちょっとここに書くんで見ててください。そうすると、どこに書こうかな。こっちでいっか。ちょっと待って、これね、板書かかるんだっけな、結構。かかるね。ってことはこっちの方がいいか。で、書き直すと、これ、場所きついな。これね、A に置き換えると、3A-Z。そして、A+Z と。こうなるね、置き換えたとしたら。で、この、展開やるときっていうのは、こことここ配れば A の2乗ができるでしょ。で、こことここの時に AZ ができるよねって暗算できるでしょっていうのをやった、あの練習した問題です。それと同じになってます。で、後ろをやると Z の2乗が出てくるんだけどね。だからまずこれまたセットで考えてください。 X プラス Y、 3括弧 X プラス Y と X プラス Y を掛け算すると、ちょっと頑張ってね。まず3が出てきます。で、 A の2乗ができるイメージを持っていくと X プラス Y が2乗になるんです。頑張ってね、これ A の2乗だからね。で、次にもちろん置き換えてやってもいいんだけどさ、こことここでやると AZ ができます。で、ここでやると 3AZ、 3だよ。
ここでやるとマイナス AZ でマイナス1、くっつけるとプラス2になります。で、AZ が残ってるからまず Z 先に書いちゃおうか。 Z で A の部分がこのセットになってるから X プラス Y をつけてあげてください。これで真ん中が終わりで、最後マイナス Z とプラス Z やるとマイナス Z の2乗とこうなります。で、まだ終わらない、いくよ。展開すると、で、本当はね、途中式書いてあげたいんですけど、これ X プラス Y を展開した後に3を配ります。だから X2 乗に3配って 3X2 乗プラス 2XY 出てくるね、に3を配るからプラス 6XY プラス Y の2乗に3配るから 3Y2 乗となります。これまず最初の部分だけね。で、次プラス 2Z を X と Y に配ります。いい？で、 X に配るとプラス 2XZ、 まあ X の方が先の方がいいかね。で、 X と Y、 あ、これ Z と Y か。なのでプラス 2YZ です。これ配っただけで 2Z を、で、マイナス Z の2乗、ごめんね、今ね、あの携帯のバイブが鳴っちゃった。マイナス Z の2乗になってます。で、同類移行チェックするとこれないんだよね、1個もね。なのでこれが答えとなります。この3番は難しいっすね。で、おそらく今の段階だともう何言ってるかわかんねえみたいなね、なるかもしれないんだけど、絶対に高校の問題集とかいっぱいあります、このタイプの問題で。やっていくうちにね、ちょっとずつ感覚がつかめるようになるので、今はね、俺ちょっと端折りましたけど、こうやってもちろん置いてから解いて構わないからね。ただいずれこうやって一発でできるようになると嬉しいかなとは思います。で、次行きましょう。次もちょっと厄介なんですけど、ちょっとこれ消しちゃいますね、幅の関係でね。よいしょよいしょ。で、次なんですけど、これは気づいちゃえばすごく簡単です。で、気づくまでが難しいんですけど、これなんか似てるでしょ。でもプラスとマイナス1がね、なんかやたら違うんですけど、で、どうやるか。これはまた中括弧使います。これね、見た時に A-C が同じなんだよ。で、こっち B と D はちょうど if 号になってるの。こっちプラス B なのにマイナス B、マイナス D なのにプラス D みたいな感じでね。で、まず同じになってる A と C をセットにしちゃいます。 A-C で、プラス B と D をセットにしちゃうと前の括弧はこうなります。あ、これ大丈夫だと思う。で、後ろの括弧も同じようなことをして中括弧、ごめんな、やたらなるな、ちょっと待ってな、ちゃんと持っときます。で、ここ A-C これセットにする。で、次がポイントで、マイナス B 足す D じゃん、これマイナスでくくってください。マイナスでくくるとこっち B、 普通にね、マイナス取れるんで B になります。で、プラス D のものをマイナスをくくるとマイナスになるんです。 D はこうやって、で、なぜかっていうと、これマイナスもう一回配るじゃん、もう一回戻してあげる。そうするとマイナス B、 そしてプラス D になるからちゃんと戻るでしょ。なんでこうやって意図的にやります。これ意図的にやるんです、こうやって。で、そうするとね、ここが同じ、ここが同じでしょ、前と後ろが同じパーツ、そして符号が違うっていう、見事にね、公式使える形に変わりました。なので、もう A とかね、置かずにいきます。これは前の2乗だね、前のパーツの2乗引く後ろのパーツの2乗と、こういう風になります。で、最後展開してね、
まず前のやつ展開すると、これ公式通りです。2AC プラス C の2乗です。で、後ろも展開した後にマイナス配ってください。した後だよ。展開した後にね。配ると B の2乗がマイナスになるから、マイナス B の2乗。マイナス 2BD なんだけど、マイナス配るから、プラス 2BD。そして、プラス D の2乗にマイナス配るから、マイナス D の2乗となって、これね、同類項チェックすると1個もないんで、これで正解となります。あー辛い。ね、疲れるね、この辺はね。大丈夫かな？で、最後。これね、もう見た感じ嫌になるね。これを展開した時に、x2 乗、y2 乗の係数はってことで、ちょっとね、タイプが違います。展開しろっていうんじゃなくて、これの係数だけ探せって問題。で、よく陥るミスとしては、全部展開しようとするんだよね。で、してみて、計算してこれの係数出せばいいじゃん。もちろん、それでもいけるんですけど、これ全部掛けしなきゃいけないんで、これ。公式できないからね。で、工夫もちょっときついんで。そうすると、9回も掛け算して、同類項チェックするのめんどくさいから、ちょっと技を使います。これに関しては。で、どうやるかっていうと、結局、調べたいのって、これの係数でしょ。だから、どれを掛けたら、x2 乗、y2 乗が出てくるかを先読みしちゃえばいいんだよ。で、どうやって先読みするかっていうと、例えばこれ。こうやってさ、全部掛けしようと思ったら、こことこことここに配るじゃん。ここに配ったら、x4 乗でしょ？あ、ならねえって。ここに配ったら、x の3乗 y でしょ？あ、ならないならない。ここに配ったら、x2 乗 y2 乗だから、あ、なるじゃん。って、なるじゃんか。だから、ここだけ計算すればいいんじゃん。いいね。まず、こことここ。やると、メモっとくといい、これ。5x2 乗、y の2乗だね。ここやると。で、次これ終わったから、じゃあここ行きましょう。こことここなりません。こことここ。これなるね。x の2乗、y の2乗だから。だから数値チェックすると、マイナス1とプラス2かけるんで、マイナス2、x2 乗、y2 乗です。で、こことここなりません。じゃあ最後、ここです。こことここ。これ見事になるね。だから数値チェックすると、マイナス6、x2 乗、y2 乗。ここここなりません。ここここなりません。ってことで、この3箇所しかないんだよ。だから、最後、これ計算すると、マイナス3か。こうなるので、係数はと言われたら、マイナス、ごめん、動いちゃった。3と答えてね、あげてください。いいかな？計算ミスをしてそうで怖いね、これね。大丈夫だと思うんだけど。で、まあ、違ったらまたなんかコメント欄で言ってみてください。お願いします。では、今回は高校数学数一の展開丸三応用編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、展開あと一回だけ続きます。次で終わりなんだけど、で、次はですね、高校生で習う初めての公式を取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。